レディスミスは南アフリカ共和国クワズールナタール州ウトケラ軍の都市。ダーバンより 230km 北西に位置し、ヨハネスブルグより 365km 南に位置する。主な産業は食品加工と織物、タイヤ製造などで、タイヤはダンロップで生産されている。レディスミスはウトケラ軍の軍長所在地である。スミス夫人ボーア人はズール王国の王。 ムパンデから1847年に領土を買い取って、この地域に住み着き、クリーップ川共和国を建国した。しかし、共和国は同年にイギリスにより併合され、1850年6月20日に、この地域はウィンザーと名付けられた。1850年10月11日、フアナマリアデロス・ドローレスデレオン・スミスの名前から取られ、レディ・スミスに名称が変更された。 なお、ハリー・スミス教は、ケープ植民地総督を1847年から1852年まで、務めた。1860年には、ツール王国から住民を守るため、砦が建設された。ザ・タウンホール1900年に包囲された、市役所で、主脳に、ーア人の大砲攻撃による被害がある。レディ・スミスでの戦闘第二次防ア戦争では、イギリスは、ナタール植民地を、 ボーア人から守るため、その中心地のレディスミスにジョージ・ホワイト教を投入した。1899年10月29日に戦闘が開始され、イギリス軍は大量の犠牲者で苦しんだ後で、レディスミスに撤退したが、ボーア軍は町を支配するために追撃しなかった。レディスミス包囲レディスミスでの戦闘後、ジョージ・ホワイト教の下で立て直しを図るイギリス軍に対し、 ボーア軍は町を包囲した。包囲は1899年11月2日から1900年2月28日までの118日間も続いた。その間イギリス人運兵は合計3000人の死者が出た。レディスミス救出レディスミスを救出するため、イギリス軍のレドバースビューラー卿はコレンゾーの戦い、スピオンコップの戦い、 バルクランツの戦いと呼ばれる三つの試みを行ったが、すべてイギリス軍の敗北に終わった。スピオンコップの戦いの直前である1900年1月6日、ボーア軍指揮官のクロンジェは、町を占領することで包囲を終えようとしたが、町の南部にあたるプラトランドとワゴンヒルで戦闘になった。1900年2月28日に、不評部隊、大砲部隊の援軍を得たビューラーが、 ボーア軍を破った後で、レディスミス包囲はようやく終了した。当時モーニングポスト氏の従軍記者だった、ウィンストン・チャーチルは、レディスミスとコレンゾーの間で、ボーア軍の捕虜となり、脱走に成功した後は、レディスミス救出に参加した。マハトマガンジーは、短歌の担ぎ手として、レディスミス救出による、レディスミス近辺の行われた戦闘に参加した。ウィンザーダム・レディスミスは、 クリップ川の岸に位置し、市街地と大部分の住宅地域は洪水流域内にある。ドラケンスバーグ山脈の山麓にあり、ファン例年からおよそ 26km の距離にある。クリップ川の洪水で町は長い間被害を受けている。クエルシージダムが完成による1997年までの10年間に29回の大洪水が発生した。小さな洪水であれば、 ほぼ毎年発生していた。過去30年間で最大の洪水が1996年に発生し、5億ランドの損害と400家族が避難する事態が発生した。洪水を制御するための努力は1940年代から始めており、1949年にはウィンザーダムを建設している。しかし、このダムはすぐにシルトで塞がってしまい、 あまり効果を発揮できなかった。スーフィモスクレディスミスで最も有名な建造物は、クリップ川の岸の上にある、スーフィモスクである。1895年から1910年にかけて最初に建築され、1960年代には大きく拡張された。他の建築物では、シージ博物館が有名であり、もともと市役所として1884年に建てられた、もので、 第二次防和戦争で、防和軍の大砲で損害を受けている。レディスミス空港レディスミス空港は、町の郊外のプラトランド内28度34分48秒、統計29度45分10秒、内2 8 5 8 0 0零度統計29.75278度、2 8 5 8 0 0十2 9 7 5 2 7 8にある。滑走路は11。 29である。NDB は D397.5 で、VOR は d 部 a 1 1 6 5である。レディスミスで売られている新聞はレディスミスガゼット一紙のみである。レディスミスガゼットは非常に長い歴史を持ち、1902年から発行されている。他にはレディスミスヘラルドとタイムズ・オブ・レディスミスという無料の地方紙がある。 第二次防和戦争第二次防和戦争の多数の戦場の跡地は保存された。戦争で亡くなった人々の記念碑がたくさん築かれている。C 字博物館市役所の隣にある小さな博物館が C ジ博物館である。博物館は1985年から公開されており、防和戦争関連の約6万文書が貯蔵されている。プラトランドにある インペリアルナイトホースメモリアルプラトランド、ワゴンヒルバーザー記念碑町の南部にある、ワゴンヒルのバーザー記念碑は、レディスミス包囲と救出の間に、防ア軍が殺されることを記念して築かれた。インペリアルナイトホース、デボンシャーレジメントなどがプラトランドに祀られている。カストールとポリュデウケース市役所前のカストールと、ポリュデウケース方中に、イギリス軍が使用した2台の RML6.3。 インチ法が市役所前にある。マハトマガンディー像マハトマ、ガンディーの像は、ビショヌ寺院で見ることができる。音楽グループレディスミスブラックマンバー像のリーダーである、ジョセフ・シャバララのホームタウンは、レディスミスである。ボクシングの世界チャンピオンであるトゥラニ・マリンガは、レディスミスで生まれた。5つの南アフリカ不評軍の基地が、レディスミスにある。軍の射撃練習場は、 エアロドロームとプラトランドの間の郊外にある。ありがとうございます。